新、平家物語は、1955年9月21日公開の日本映画である。大英製作、配給。監督は、溝口健治。主演は、市川雷蔵カラー、スタンダード、108分。昭和30年度芸術祭参加作品。吉川英治の同名歴史小説を三部作で映画化した大河シリーズの第一作で。 平安時代末期に貴族との激しい抗争の中で対等してきた武士階級の御蔵師、平野清盛が自らの出生の秘密に悩みながら成長していく姿を描く。スタッフには撮影の宮川和夫、美術の水谷博、史、色彩監修の和田光三など数々の映画賞に輝いたベテランが顔を揃えた。長回しのカメラワークはヌーベルバーグの映画人に高く評価された。 配集は一億七千三百三万円で、この年の方が配集ランキング第四位となった。翌年1五十六年一月に、続編の、新、平家物語、吉中をめぐる三人の女、同年十一月には三作目の、新、平家物語生徒吉常が公開された。二千六年十二月二十二日に、溝口健治監督没後五十年を記念して、 角川エンタテインメントから発売された DVD ボックスに収録された。2009年11月27日には市川雷蔵没後40年を記念して角川エンタテインメントからデジタル修復版の DVD が発売された。ありがとうございます。